E aí 工学部機械工学科高島紀彦こんにちは機械工学科の高島です皆さんは機械工学と聞いて何を想像しますかロボットですよね機械工学を学ぶとロボットを作れるようになりますこの動画は毎年機械の学生が参加しているロボット大会の動画です競合の北大や室高大を抑え近年では2度優勝していますこの動画は 機械の学生が企画作成したエビカニロボット 3D プリンターを駆使して作られていますこの動画はルービックキューブ解析ロボットバラバラだったルービックキューブを自動的に完成させることができますこれも 3D プリンターを用いて作られています機械の設計や製作を学ぶことによって夢を現実にすることができます皆さんも想像しているものを現実にしてみませんか情報工学科 稲垣純日本は高齢化に伴って今後介護職医療職の人数が不足すると言われています情報工学の分野でもスマートフォンやパソコンだけではなくさまざまな機器を使ってこの問題を解決しようとしています例えば視線の動きを読み取って情報処理を行う機器や体の動きを検知するモーションキャプチャーデバイスなどキーワードはナチュラルユーザーインターフェイス 情報工学科の学生たちは、これらの技術を使って、キーボードの代わりに視線の動きだけで文字入力を行えるソフトウェアや、運動中の体の姿勢を指導するアプリケーションを開発しました。本学の情報工学科は、保健医療学部の各学科とともに研究を行える環境があります。AI や IoT といった最新技術の学びのほかに、いち早く、 人に寄り添った研究を行うことができるわけです。次回のオープンキャンパスではぜひ実物を見て触れて体験してください。電気電子工学科一ノ義弘。十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。アーサー・チャーズ・クラークという SF 作家が50年前に残した言葉です。50年前の人々が想像した魔法。 それをすでに我々が使えることをご存知でしょうか魔法の杖はこれですそうスマートフォンスマートフォンはタッチパネルや CPU 昨年ノーベル賞のリチウムイオン電池これらすべてが電気電子工学によって生み出されていますさらに我々はスマートフォンのアプリケーションを作ることによって 家電などの制御も可能としてます魔法を使うためには魔法の杖だけではなく呪文も必要ですよねその呪文はこうですヘイシリスイッチオン我々と電気電子工学を学びませんか建築学科前田健太郎 人間の居住環境は、美しさ、機能性、強さ、すべてが必要です。本学の美しい講義棟、中に入ると大きな空間が広がります。この空間は、細長い鉄の棒とワイヤー、それぞれの特徴を兼ね備えた <laughs> 長弦張りという構造により成り立っています。また、講義を受ける学生たちが、 足音や会話など騒音に悩まされないように、吸音材となる木の内装材をふんだんに使っています。このように、建築美しい建築というのは、強さと機能性を兼ね備えているのです。すなわち、建築とは、美しさから工学技術まで、すべての経験と知識を総動員して設計し建設される総合芸術なのです。 皆さんもこのような総合芸術を人々に提供できる設計者や技術者を目指しませんか都市環境学科木内信弘今日はある卒業生について紹介しましょう彼は2015年都市環境学科を卒業し大手建設会社に入社しました1年目に配属になったのは 岩手県の三陸沿岸道路工事これは東日本大震災の復興工事ですこれが開通したことにより気仙沼・宮古間の交通量は震災前の約1.3倍最大1日13,700台も利用可能となりました現在の配属先は 北海道ニセコ町のに建設中の北海道新幹線トンネル工事、10年後の札幌延伸を目指しています。これが開通すると、年間約40万人の交流人口の増加や、約900億円の経済波及効果が見込まれています。淡々と多くの人たちを 助けることが嬉しいこの感情を味わうことができるのが都市環境の仕事です薬学部薬学科バンドを務む皆さん薬剤師ってどういうイメージでしょうか薬の数を数えて患者さんに渡すだけって思っていないでしょうか実は全く違います薬学部は他の学部に比べて2年間長いカリキュラムになっていますが それは実際に薬剤師が患者さんを見て薬の効果がちゃんと出ているか副作用が出ていないかを判断できる医療のスペシャリストになるための時間です本学は薬剤師としての経験を持つ教員が北海道内で最も多くまさに今現場で行われている最先端の医療を直接教えることができるのが最も大きな特徴です一例として実践地域医療という体験学習を紹介したいと思います この体験学習では薬剤師が実際に患者さんの家に行って血圧を測ることによって薬の効果を確認したり副作用が出ていないかを実際に自分の目で見て学ぶことができます身近にいる一人一人の健康を守るのは薬剤師です私たちは明日の医療を担うあなたをお待ちしています保健医療学部看護学科石川浩二看護学科の石川です 看護学科の教員は全員が看護のスペシャリストです大学院を修了し病院で多くの臨床経験を積んでいます私は生命が危機的な患者への看護大きな事故で緊急性のある患者への看護を専門としており道内で16名だけいる専門看護師の一人ですまた一方で私は災害時に迅速に被災地で医療活動を行う 災害派遣医療チーム D の一員でもあります実際に熊本地震や北海道胆振東部地震では被災地の病院や避難所で活動しましたですので我々はこのように現場での生の経験を伝えることができますあなたがなりたい看護師はどんな看護師ですかその道を示してくれる大学はここにありますぜひ選んでください学学療法学科 佐藤陽一郎理学療法学科の佐藤です皆さんの理学療法のイメージは運動能力回復を目的としたトレーニングを行うことでしょうか私は北海道科学大学が13の学科を備える総合大学であることを生かして今の時代に合わせた理学療法を実現できないかと考えています札幌市で65歳以上の4割の方が社会的な参加を特にしていないというのが現状です 理学療法士は部屋の中でもできる限り動くよう指導しますが、それでも体の機能は落ちてしまいます。本学の人間社会学科の中に社会学専攻があります。私はその先生と一緒に高齢者が社会参加しやすい場を作ることに挑戦したいと考えています。日々のモチベーションにつながる場所があれば、自然と活動量が増え、心身ともに健康になるでしょう。さあ、皆さんも私と一緒にこの札幌で 医療問題と社会問題を同時に解決する理学療法士を目指せませんか技師装具学科清水慎吾技師装具学科の清水です技師装具師は身体器具の設計師であり技師や装具の専門家でありますその中で私は装具の中のインソールの専門家でございますインソールの例として応客の矯正や 予防を行うために土踏まずを保持しながらかかとの外側を高くする方法があります。インソールは技師装具士が制作するのが一番であり、最近ではスポーツパフォーマンス向上として使われています。技師装具士は靴やインソールの制作や研究開発を行っています。実は技師装具士はパラリンピックでなく オリンピックでも活躍していますさあぜひ皆さん技術大学科に入って我々と一緒に素晴らしいインストールを作っていこうじゃありませんか臨床工学科渡辺翔太郎臨床工学科の渡辺です人の手では不可能な繊細な手術これを可能にするのが医療用ロボットです 現在の高度医療に欠かすことのできない最先端テクノロジーが集結した医療機器これを駆使し医療をサポートするのが臨床工学技師です心臓と肺の機能を機械によって代行し長時間の手術を可能にする人工心肺業務多くの患者さんに内視鏡を駆使し患者さんの負担を最小限に抑える内視鏡業務 また、多くの医療機器を駆使し、重篤な患者さんに寄り添う集中治療室業務。今や医療現場に欠かすことのできない存在、今後、ますます必要とされる存在、それが臨床工学技師です。あなたも臨床工学技師として、多くの業務で学びませんか。診療放射線学科菊池昭弘 診療放射線学科の菊池です皆さんは診療放射線技師の仕事がどのようなものかご存知ですかレントゲンや CT、MRI を取るだけだと思っていませんかこれから診療放射線技師に求められるものは画像の中の病気を見つける知識患者さんの接遇など多岐にわたる知識です病気を見つける知識は医師の負担軽減、そして いち早く病気を見つけることで病気の見落としを減らします本学では画像演習を通じそれらを習得します一方検査を受けるのは患者さんです不安を少しでも減らすための接遇が重要になります本学では実習前の実技試験を通じそれらを習得します現代の多様化する医療に対応した授業カリキュラム それが本学の診療放射線学科です。未来デザイン学部メディアデザイン学科小谷明弘。メディアアーティストの小谷です。メディアデザイン学科に興味を持つ皆さん、なんで興味を持ちましたか。ゲームが好き、キャラクターが好き、映画が好き、ネットで放送、デザインしてみたい、V チューバーになる、ウェブデザイナーも、3D CG、VR、AR。 アニメーションメディアアートって何デッサン下手だけどコミックイラスト描いていいの他にもクリエイティブはいっぱいこのメディアデザイン学科はやりたいこと全部できます科目は4つの系統に分けていますが好きなものを選択できますそこが他の芸術系大学や専門学校との違い好きな科目を中心に全て頑張るもよし得意分野を持った学生が集まって 一つのクリエイティブプロジェクトに挑むそれがメディアデザイン学科です人間社会学科さ佐々木智之人間社会学科は非常に特徴的な学科です四つの専攻経営学社会学心理学健康スポーツ入学時に選ぶのは一つですが他の授業も受けられます卒業生を紹介しましょう二十代で起業した M 君経営学を専攻加えて 心理学も学びましたこれにより取引先とのどんな交渉にも負けないコミュニケーション力の高い社長になっていることでしょうまた入学前から警察官志望の H 君彼は健康スポーツで心身を鍛え卒業研究では社会学と心理学の視点から子どもたちの飛行問題を研究したのですそうです人間社会学科は4000校の授業を自由に選択することで 複雑化し、多様なスキルを必要とする社会に対応できる、人間力の高い職業人を育成します。皆さん、人間力です。